はい、こんにちは。よろしくお願いします。魚を下ろしてくれるのは翼くんですね。よろしくお願いします。今日の魚はメヒカリ、はい、何下ろしでいきますか？腹開き。腹開き、はい、じゃあ早速お願いします。パッ、はい、と見ずいぶん小さく見えるんですけど、メヒカリの中ではこれは大きい方なんですかね？大きい方。大きい方。してますね。触った感じもプリプリしてるんですか？だいぶしてます。おすすめの食べ方は？唐揚げじゃないですか。唐揚げ。じゃあ唐揚げに最適みたいな感じのおろし方ってことでいいですか？一番は柱付きでそのまま揚げるのがいいです。あ、丸揚げ、素揚げみたいな感じですか？もう何年もおろしてるんですか？いや、2年ぐらい。今おろしているのが何開き？腹開き。あ、腹が離れてると腹開きってことですか？腹が離れてると腹開き。なるほど。時期物ですね。今日入荷はどうだったんですかね？いや、よく見せないと分かんない。ほんとコメントがまっすぐな宮本翼くんですね。今は何を？腹骨を描く。描かないとどうなんですかね？結構残る感じなんですか？そこは優しさってことですか？はい、メヒカリ、腹開きでした。はい、お疲れ様でした。稼ぐなら二人水産、初任給33万円、賞与年3回、未経験大歓迎。